はい、こんにちは、レールの笹川です。今日はですね、ヴァンヘイレンをバックに、お送りします。非常に残念なことにヴァンヘイレン のギタリスト、エディ・ヴァンヘイレン、天才ギタリストですけど、お亡くなりになったんだそうで、ちょっとショックでしたけれども、その追悼の意を込めてバックにしてお送りします。ですね、改良してまして、イージーアスリスプなんですけども、これはラズパイ3でのターミナルです。ワイヤリングパイ の組み込み関数をですね、もうラズパイバージョンは組み入れました。今までのバージョンだと、それがライブラリのところに入れといて、で C ラッパーを使ってコンパイルしてやれば、ラズパイでそのワイヤリングパイを使えたんですよ。そんなめんどくせえだろうな多分と思ったもんですんで、もう最初から組み込みにすることしました。ただラズパイはもうワイヤリングパイが最初から入ってるんですけれども、一般の Linux にはワイヤリングパイが入ってないもんですんで、でメイクで切り分けています。ラズパイの場合はですね、ちょっと一つ悪しくなったんですけど、ラズパイとしてください。メイクラズパイ、そうしますと、インストールされます。もう一回やりましょうか。もう一回最初。メイクの、ラスパイです。で、そうすると、その、ワイヤリングパイ、を組み込んだ状態で、メイクされますので、もう何もしなくても、そのまま、ワイヤリングパイの、組み込み関数が使えるようになっています。もうちょっとかかるかな。センタックス。時間かかってるんで、じゃあその間にワイヤリングパイの機能ですけれども、リードミーのところに上げときました。あ、ここだ。ワイヤリングパイ。ラズパイバージョンの場合には、何もしなくても、こういった、にある関数が、もう組み込みになってますんで、何もしなくてもそのまま使えるようになっております。まだちょっと試しない、多分大丈夫と思うんですけどね。エグザンプル、ここにL チカだとかサーブモーターのコントロールのコードを上げておきました。すみません、どうなったかお試しいただけるとありがたいと思っております。もしバグがあったら教えてください。さて、大丈夫かな。終わりましたね。でこうやると、で普通の関数の他に、例えば拡張したのはこのピンク色で表示になってまして、これワイヤリングパイのディレイ、です。でやると、ちょっとほんとちょっとディレイになってますけど、あ、これだと分かりやすいかな。はい、こんな感じで、GPIO に書き込んだり、 GPIO から読み込んだりっていうのが組み込みで入っておりますんで、よかったらお試しください。仕組みはあれですね、ナノのエクステンション、C ってところに入っててですね、ちょっと手抜きしてるんですけども、IFDEF で ARM アーキテクチャ、CPU の時に、ラズパイだろうというふうに判定してます。これちょっと厳密ではないんですけども、多分まあ普通に使う分には OK かなと思ってます。そして組み込み関数はここの IFDEF で ARM の場合にはそのワイヤリングの、組み込み関数を、呼び出すというふうにしています。ワイヤリングパイのコードはずっと下の方にひとまとめにしてあります。あ、この辺かな。あ、違う、もうちょっと下、この辺にワイヤリングパイのコードがありますんで、すみません、もしテストして不具合ありましたら、ネガワークバープルリクエストをいただけると大変ありがたいと思っております。それじゃあ、またお会いしましょう。よいしょ。